STK30 は、日本の女性3人組のグループ。メンバー全員が、宝塚歌劇団出身。それぞれに女優として活躍する傍ら、時折メンバーが集まり講演を行う。宝塚歌劇団出身の3人が、昭和宝塚歌劇 S30 年代生まれの名に、ふさわしく歌劇の華やかさの中に50代女性としての哀愁を匂わせながら、 中は自虐的なパフォーマンスを行うユニット。テーマは、昔妖精、今妖怪、花も嵐も踏み越えた50代、華麗を華麗に。宝塚歌劇100周年の節目である2014年を、境に、新聞、雑誌や、テレビなどを通じて、歌劇ファン以外にもその名を知られるようになった。第10回帰ってきた、宝ジェンヌ第15回帰ってきた宝ジェンヌ。 帰ってきたタカラジェンヌイン東京懐かしのタカラジェンヌ、懐かしのタカラジェンヌ2年忘れコンサート懐かしの、タカラジェンヌ STK30 コンサートイン、アリマ温泉 STK30 クリスマスランチディナーショー STK30 ランチディナーショー STK30 アンコール公演 STK30 コンサート懐かしのタカラジェンヌウィズ歌声がかり、STK30 コンサート懐かしのタカラジェンヌウィズ、 春るなゆり、ありがとうございます。